ご視聴ありがとうございます。この動画は実践換気対策ガイドブックの説明動画です。効果的な換気と CO2 センサーの正しい活用法をご説明いたします。新型コロナウイルスの感染対策として換気は非常に重要とされています。店舗などの室内で換気ができているかを見えるか確認する測定器として 二酸化炭素の濃度を測ることができる CO2 センサーがあります。京都府では飲食店を中心に府内2836店舗の協力を得て CO2 センサーを活用し CO2 濃度のモニタリング調査と各店舗への巡回調査を行う「今日の飲食安全対策向上事業」を実施しましたこのガイドブックは この事業を通じて提供いただいた CO2 濃度のビッグデータと巡回調査の際にお聞きしたご意見ご質問をもとに効果的な換気の方法や換気を見える化させる CO2 生産の正しい活用方法についてまとめたものです。まずはじめに換気がなぜ必要なのか皆さんご存知でしょうか 新型コロナウイルス感染症の感染経路は、接触感染、飛沫感染、そしてエアロゾル感染の3つに分けられます。エアロゾルとは、空気中に含まれる微粒子のことで、目では確認できないため、感染対策が難しく、特に換気の悪い密閉空間では、感染リスクが高まります。感染リスクを抑えるためには、 正しい換気を行うことがとても大切です。また、換気は感染予防のみならず、気分を爽やかにし、集中力を高められるなど、さまざまな効果もあります。では、どうやって換気をすればよいでしょうか。まず、一番簡単で、かつ効果の高い方法として、窓やドアを開ける自然換気があります。 窓やドアを全開にすることが難しい場合は常時数センチ開けておくだけでも効果があります。またこの絵のように異なる方向の窓を開けると風がよく通りさらに効果が高まります。自然換気は1時間ごとに行うなどルールを決めて行うと良いでしょう。続いて換気扇などによる機械換気があります。 部屋に換気扇がない場合はレンジフードやトイレなど別の場所にある換気扇をオンにすることも有効です例えば窓分けなどの自然環境を行うことが難しい地下の部屋やビルなどでは是非換気扇を活用してくださいしかしフィルターが汚れていると換気の能力が落ちてしまいますこまめにフィルターを掃除することを心がけてください 効果的な換気を行うには人がいる時に換気扇を常時オンにしておくことを推奨していますでは実際に換気ができているかどうかについてどうすればわかるのでしょうかそんな時に使えるのが CO2 センサーですでは CO2 センサーとはどんなものでしょうか私たちは普段、呼吸を通じて 吸い込んだ酸素を二酸化炭素に変えて吐き出しています換気の悪い密閉空間に人が集まると吐き出された二酸化炭素が室内に蓄積され CO2 濃度が上昇しますしかし換気によって屋外の新鮮な空気が入ると CO2 濃度は下がりますこの CO2 濃度を測定できるのが CO2 センサーです CO2 センサーを使って換気の状態を見える化することで適切なタイミングで換気をすることができるのですそれでは CO2 センサーの測定値をグラフ化して1日の CO2 濃度の変化を見てみましょう今回の授業を通じて多くの店舗から集めたデータを分析した結果店に人が多い時間帯 仕込みなどで火を使う時間帯、そしてガス、石油暖房や客席コンロなど燃焼器具を使っている店舗では、はっきりと CO2 濃度が上がることが分かりました。営業時間などは異なるものの、業種や店舗を問わず同じ傾向が見られました。このグラフはある飲食店の事例です。横軸が時間の流れ。 縦軸が CO2 濃度となっています開店前は外気と同じ程度の濃度となっていますが営業に向けた仕込みを開始すると徐々に濃度が上がっていきますまた、お客さんが増えるにつれて CO2 濃度も上がっていきますが右肩上がりで数値が上昇し続けることはありませんこのお店は換気対策ができているため すぐに数値が下がっていることがわかります。なお、お客さんがいない仕込みや片付けの時間帯は換気が忘れがちになりますので注意してください。現在、インターネット上では値段や機能も異なるたくさんの CO2 センサーが売られています。その中からどんな CO2 センサーを選べばよいのでしょうか。残念ながら、 CO2 センサーという名前でありながら CO2 には反応せずアルコールなどの関係ない物質に反応する不正確なセンサーが市場に出回っています購入前には次の点を確認するようにしてください説明文やパッケージに NDIR 非分散型赤外線吸収方式または PA 高音響方式と書いてあるセンサーを選びましょう。センサーの測定原理として、光学式を用いていることが必要になります。また、センサーを長期間使用していると、測定値に少しずつズレが生じてくることがありますので、ズレを修正することができる補正機能がついているものを推奨しています。また、 購入した CO2 センサーが正しく CO2 を測定できているかについて誰でも簡単に確認できる方法がありますのでご紹介します。まず CO2 センサーに呼気を吹きかけて測定値が大きく増加することを確認しましょう。息を吹きかけても反応しないセンサーは CO2 を検出することができていません。次に 消毒用アルコールをかけた手を近づけても測定値が大きく変化しないことを確認しましょう。光学式センサーを用いていればアルコールには反応しません。反応してしまうものは CO2 を測れていないということになります。そして先ほどご説明した通り定期的な補正を行わないと正しく測定できなくなる場合があります。 説明書をよく読んで設定するようにしてください。では CO2 センサーはどこに置くといいのでしょうか今回のモニタリング調査からこの後ご紹介する3つの場所に設置してしまうと不正確な測定値が表示されることが分かりました。逆にこれらの場所以外であればどこに設置しても濃度はほとんど同じであることも 判明しましたまず置いてはいけない場所の一つ目は特に CO2 がたまりやすい場所です実際の濃度よりも課題の値が表示されてしまいまいす。具体的にはこの写真にあるような人の息が直接かかる場所燃焼物がある場所ビールサーバーの近くなどです。 人の息に CO2 が含まれることや、物が燃えると CO2 が発生するため、測定したい部屋全体の CO2 濃度よりも高くなってしまいます。また、ビールサーバーは炭酸ガスを使用していることから、ビールサーバーの近くにセンサーを置くと、過大な数値となってしまいますので、注意が必要です。置いてはいけない場所の2つ目は、 外の空気にさらされる場所です。こちらは逆に実際の濃度よりも過小な値が表示されてしまいます。具体的には窓の近くや出入り口の近くそして空気取り入れ口の近くなどは自然換気や機械換気などの効果が直接的に反映されてしまいますので測定したい部屋全体の正確な CO2 濃度を 測定することができませんそして最後に置いてはいけない場所の3つ目は風や温湿度の変化がある場所ですこういった場所では CO 2センサーの精度が落ちてしまいます。具体的には扇風機やサーキュレーターの近くなどの風がかかる場所やエアコンのそばなどの温度が大きく変化する場所や そしして、加湿湿器のの吹きき出し口付近などの湿度が大きく変化すす。る場所ですこういった場所には CO2 センサーを置くと CO2 センサー内部の温度低下により測定に悪影響を及ぼすことがありますのでご注意ください繰り返しになりますがこれら以外の場所であればどこに設置しても構いません 今回の事業を通じて判明したこととして、店舗ならではの注意点があります。飲食店のグラフのところでご説明しましたが、お客さんがいない時間帯でも、ガスコンロやストーブなどを使用することで CO2 が発生し、CO2 濃度が上昇することがあります。しかし、CO2 センサーでは、人が吐く息による CO2 と、 燃焼器具などで生じた CO2 を区別することができません。では、どうやって区別すればよいのでしょうか。そんなときは、お客さんやスタッフがいないときに簡単な実験をすることで、燃焼器具による増加分をチェックすることができます。下の絵をご覧ください。まず、普段の営業のときと同じ換気対策を行いながら、燃焼器具を使わない状態の CO2 濃度を測定します。こちらを仮に 500ppm とします。続いて、同じ換気対策をしながら、燃焼器具を使い、その状態の濃度を測定します。こちらも仮に 900ppm とします。この場合、燃焼器具が原因で上昇した CO2 濃度は、900-500イコール 400ppm だとわかりますつまりこの店において人が密集した時の感染リスクを考えるときは CO2 センサーの測定値から 400ppm を引いて求めた数値を基準に考えればよいということになりますこのガイドブックでは今回の事業を通じて寄せられた疑問質問について Q&A の形式で紹介しています。その中からいくつかご紹介いたします。エアコンを使うと CO2 濃度が高くなるような気がするという声がありました。今回の調査の結果、夏や冬に電気式のエアコンを使用する店舗の場合は窓を閉めがちになるためエアコンを使用しない店舗に比べて CO2 濃度が高くなる傾向にあることが分かりました。ただ、エアコン自体から CO2 が出ているわけではありませんので、エアコンの使用時も適切に換気をしていただければ CO2 の濃度は下がります。続いて、サーキュレーターの正しい使い方についてご紹介します。サーキュレーターの風が直接 コロナウイルスの陽性者に当たってしまうことで、ウイルスを含むエアロゾルがまき散らされ、集団感染が起きた事例が国内で報告されています。サーキュレーターは、汚れた空気を押し出すために使うことが有効です。右側の写真のように、窓の外に向かってサーキュレーターを配置するなど、風を直接人に当てないように注意してください。 続いて、パーティションの正しい設置方法についてご紹介します。パーティションは飛沫対策として有効ですが、天井や床面まで届いている場合には、空気が滞留し、換気の阻害になることがあります。実際に、過剰なパーティションが原因と思われる集団感染事例も報告されています。パーティションの高さは、 人の顔の位置を目安に飛沫が直接かかる可能性がある場所に適宜置いていただければ十分です過度に空間を仕切ることは換気の阻害につながりますのでご注意ください最後にご紹介するのは空気にもある二日酔いについてです朝一番にお店に入るとなんだか空気がこもっているような 前日の営業時の匂いが消え切れていないような気がするとの声がありました。これは換気の二日酔いと呼んでいる現象です。前日に排出された匂いや CO2 ガスが換気されず、翌日まで店舗内に残留することから起こります。対策としては営業終了後の片付け時も換気を徹底すること、 それでも改善されない場合は、無人時も換気扇をオンにしてみてください。また、空気清浄機を連続運転することも効果的です。以上、ガイドブックの内容を抜粋してご紹介しました。冊子のガイドブックには、これ以外にも実際のお店の方の声や空気清浄機の選び方、換気設備工事による効果、 ななど、ま情報を載せております。京都府のホームページに全文を掲載しているほか京都府の各広域振興局や市町村各商工会や商工会議所の窓口などでも配布しておりますので是非実際に手に取ってご覧ください。ご視聴いただきありがとうございました。